皆さんこんにちは、森えりです。はい、今日は100均で買ってきたピンバッジのセットをピアスにしていこうと思います。ゆるい感じの DIY なので、皆さんゆるく見てみてください。ということで始めていきましょう。はい、ピンバッジの本体がこんな感じになります。後ろがこんな感じでピンバッジとあと刺さるようになってるんですけれども、このデザインが私はもう本当に気に入ったので、可愛くてピアスにしていきたいなと思います。まずこちらのピンの方にドリルで穴を開けていきます。キリでも大丈夫です。ペンチを使って後ろのピンの方を取っていきます。この時に左から取ると取りやすいです。ぐにゃんと取れた後はこんな感じにね、糊の跡が残っちゃうので、気になる方はピンセットを使って、これをね使って取ってください。私はね、そんなに気にならないので、そのままつけたいと思います。土台となるピアスはこちらになります。フローラルな感じでね、すごい可愛いんですけれども、私はこのパールの部分まで取り外しちゃいたいと思います。ペンチでやってこんな感じに出来上がりました。片方も同じようにやっていきます。この金具部分を変えていくだけです。完成しました。ピンバッジセットキャンディーハートが100円、そして土台のオーロラフラワーピアスが100円だったので200円でできました。そしてもう片方のピアスも作っていきたいと思います。作り方は先ほどと同じで、後ろのピンバッジの部分をペンチで外してつけていきます。私、金属アレルギーなので樹脂ピアスを買ってきたんですけれども、トーピンと後ろが変わらなくって、意外にトーピンと普通にくっつければ作れるのかなと思ったので、もう今回はラブレターの方にそのまま接着剤をつけて作っていきたいと思います。そして今回はグルーガンではなくて強力瞬間接着剤をつけていきたいと思います。これ一個一個外せたりとかして一回使い切りタイプなので、すごく便利です。乾くまで5分から10分間を置いてからつけたりとか試してみてください。こんな感じで出来上がりました。はい、そしてこっちの樹脂ピアスなんですけれども、もともとこのラブレターだったものに普通にピタッとくっつけてしまっただけになります。こっちのキャンディーとセットだったピンバッジだから、樹脂ピアス200円にこのキャンディーの残りをピタッとくっつけただけなので、実質かかってない、かかってなくはないですけど、普通にこのラブレターにくっつけただけなので、あとは強力接着剤を買ってくればできます。はい、ということで完成後こんな感じになりました。皆さんもぜひ作ってみてください。それでは森えりでした。皆さんせーの、おつわり。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ボタンはここら辺に出しておきます。私の指の先らへんに出しておきます。そして過去の動画はこちらへどうぞ。皆さん、あの四角の中にポチッと押してみてください。ではでは、森えりでした。バイバーイ。